こんにちは皆さん。日本の夏は暑すぎてジメジメじゃないですか。一生懸命メイクしたのに外に出たらすぐ崩れちゃうでしょ。そしたら心配なく。今日は夏のメイクのやり方を教えていきます。ぜひ最後まで見てください。この動画役に立ったならいいねボタンを押してください。良ければチャンネル登録ももちろん待ってます。それでは始めましょう。穴焼けの肌をしっとりさせるモイスチャークリームをつけます。アドバイス1、オイルフリーモイスチャークリームをつけた方がおすすめです。夏の大事なアイテムは日焼け止めです。ニベアのジェルタイプの SPF50 つけていきます。夏に SPF 高い日焼け止めを大事にしててください。シワとシミをできないように気をつけましょう。アドバイス2、できればスプレータイプの UV ケアをカバンに持っていてください。2時間ごとにつけてください。次はベネフィットの下地をつけます。アドバイス3、このステップは特に暑い夏にファンデーションを長くキープするためにすごく大事です。メイクアップフォーエバーのファンデーションは夏にぴったりです。カバー力はミディアムでセミマットの仕上がりです。このファンデーションの HT の意味は仕上がりが自分の肌のようになるということです。アドバイス4、できるだけ軽くして全体的に塗ってください。ブラシを使うとナチュラルに仕上がります。ベネフィットのコンシーラーをつけていきます。同じく軽くして塗ります。目をつり上げたいのでポイントはこんな感じ、目の目尻と目頭に塗ることです。鼻の赤いところと口の暗い部分にも塗っていきます。そしてブラシでなじませます。アドバイス5、コンシーラーを気になる部分だけにつけてください。忘れないで、夏はすべてナチュラルメイクです。メイベリンのシェーディングスティックをつけていきます。顔が小さく見えるように軽くシェーディングをします。とりあえずクリームタイプコントゥーリングを塗っていきます。あとでパウダーのブロンザーで上に塗ります。スポンジで境目をきれいになじませます。アイシャドウベースはこの色のせます。目を明るく見えるために薄めの色をつけます。アドバイス6、夏にキラキラやクリーミーアイシャドウはパサパサに見るやすいのでマットの薄めの色を使う方がおすすめです。エステローダーの7番を上まぶたの全体的に広げます。アドバイス7、アイシャドウを長くキープするためにアイプライマーをつけてください。次は他のブラシを取って1番を目頭にのせます。8番のブラウンを取って目尻の外に流せるようにのせていきます。もっとダークなブラウンを取ってアイラナするみたい感じの線を描きます。境目をちゃんとなじませます。次はキャンメイクのペンシルアイライナーでキャットアイを作ります。アドバイス8、ウォータープルーフメイク使うのはおすすめです。
ャンメイクのビューラーでまつげ上げていきます。エスティローダーのマスカラをつけていきます。キャンメイクのアイブラウペンシルのブラシをつけていきます。眉毛をブラシしたからペンシルで描いていきます。カトリーズのブロージェルを使っていきます。ブロージェルで仕上がります。次はメイベリンのマスカラをつけていきます。下まつげだけに塗っていきます。Kパレットの涙袋ペンシルで涙袋を描きます。仕上がりは全部マットなので、ちょっとだけ可愛くなるために涙袋にラメつけていきます。さっきクリームシェーディングした上に少しだけパウダーでブロンジングします。そしてチークの番です。実はクリームチークをつけた方がいいですが、今回はパウダーチークだけ持ってますので、すみません。またメイベリンのスティックでハイライターを顔の高いところに塗っていきます。次はリップライナーで少しだけオーバーリップをします。リップはチフレのヌードリップをつけます。アドバイス9、ネプティンとか色づきリップはおすすめです。そして少しだけパウダーをつけていきます。最後にメイクアップフォレバーのミストでメイクを長くキープするためにカバーしましょう。アドバイス10、仕上げのミストは夏の暑い日は必須なので忘れないようにしてください。はい、以上です。今まで見てくれたらすごく嬉しいです。チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。バイバイ、またね。